タオルの日の様子。アダムズが、銀河ヒッチハイクガイドを思いついたとされる、オーストリアのインスブルックにて、タオルの日とは、イギリスの SF 作家、ダグラス・アダムズに関する記念日である。毎年5月25日。タオルの日には、アダムズのファンは、彼の代表作、銀河ヒッチハイクガイドの登場人物を模して、タオルを持ち歩き、アダムズとその作品への感謝を表明する。 この運動は2001年5月11日にアダムズが成居した際2週間にわたり行われたことに橋を発する。銀河ヒッチハイクガイドの第3章には生肝ヒッチハイカーにとってタオルとは持ち歩いてこれほどと鉄もなく役に立つものは他にないというほどお役立ちなものという記述がある。タオルの日の創設を提案している最初の発言は 当時存在していた電子掲示板システムツールボックスへのクライドというユーザーによる投稿である。クリス・キャンベルとその友人はタオルの日を広く知らしめ人々にタオルの携帯を換気するためのウェブサイト t o w e l d a y .org を創設している。タオルの日は多くのファンの知るところとなった。ファンは 自分がタオルを持った写真を towelday.org に送った。towelday.org はファンによるこうした写真をまとめ特集した。タオルの日はノルウェー放送協会やロサンゼルスのナショナルパブリックラジオなど世界中の複数のマスメディアで取り上げられた。2013年。 ノルウェーの公共交通会社コロンブスがタオルの日にちなんだ限定タオルの販売を行った。この限定タオルにはルフィードが埋め込まれており、コロンブスが運営するバスとボートが乗り放題となる仕組みであった。ありがとうございます。